Thank you おはようございます。<laughs> 聞こえますか <laughs> えっと、あなたの、あちら、間違えた自己紹介。<laughs> グンメモリー。あなたの心に声仕掛け。フェイズコネクト JP の清楚で、可憐なアイドル。フェイズコネクト JP。一期生の心もメモリーなの。おはようございます。ひなちゃん。 いや、配信する予定はなかったんですけどちょっとね暇すぎてお家出るまでちょっと今日一旦帰ってあのママとあの旅行行くのでそっちにちょっとバス乗らなきゃいけないんだけどそうまだだいぶ時間があるから30分だけ。 スペースやったことなかったんだけど今まで <laughs> いやどんな感じでやるのか全然慣れてないんでちょっとグダグダかもしれないですけどあコメントはあのリプランの方に書いてくれたら読めると思いますあ聞こえましてありがとうナスちゃん清楚で可憐なアイドル <laughs> ちょっともうここはね もう身についてくれてるってみなちゃんもちゃんと覚えてくれてるって思うんですけど <laughs> もう何ヶ月ってるこの挨拶なんかデビューしたばっかりの時は違った気がするんだけどなんかこんなこんな挨拶じゃなかった気がする <laughs> でもなんかデビューして1ヶ月くらい経ったらんこんな感じじゃなかった <laughs> みんなちゃんは、あの、メンマリが、ちょっといない間、何してた <laughs> えみんなちゃん、浮気してることはね、まあ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 、知ってますから。<laughs> ごまかしようがないですが知ってます、知ってます、知ってます。あの、ショートとかね、あの、休んでる間も、ちょっと何個かあげてたんですけど、で、昨日なんか、寝れなくて、 いや寝たんだけど、なんかね、昼寝とかをすごい目よりもしてるから <laughs>、昼の15時とかに、いきなり3時間4時間寝て、で、夜も一応寝るんだけど、なんかね、1時2時ぐらいに <laughs> なってくると、あのー、<laughs> 目が覚めちゃって、やることなくて全然寝れなくて、結局ね、生活リズムは治ってないです。 もうこれは諦めた方がいいかもしれません <laughs>。ってなんだっけ何の話してた生活 <laughs> リ,リーズムの話しててあそうショートショートあげたって話ね。あの、寝れなかったから何か代わりになんかしようかなーと思ってそうショート作ったけど。 なんか薬、睡眠薬飲んでたから、ま、寝れてないんだけど <laughs> ちょっと深夜テンションで薬飲んでショート作ってたからちょっとねなんかあのー、なんだっけ、予約設定みたいなのをねミスってしまって <laughs> 結局、全然。 <laughs> なんか投稿しようと思ってた時間とね違う時間に投稿してなんかおん違う動画が二個がね一気に立て続けに投稿したみたいな感じになっちゃってたちょっと疲れてるのかもしれない <laughs> あグダグダはいつもいつものことだからちょっと許してくれますか <laughs> そうみんなちゃんがさ「あの生活リズム治ったから褒めて」って <laughs> ツイートしたしみんな「えらいえらいえらいすごいねわりちゃん天才!」って褒めてくれてたのにさ結局結局ね守れてなかった元に戻ってしまった。 いやせっかく褒めてくれたから生活リズム <laughs> 乱さないように頑張ろう、頑張ろうって思ったんですけどね。ちょっとダメでした。そうで、いつ帰ってきたっけ日曜日日曜日のなんか夜中ぐらいに、そう、里帰りして、 なんか、お友達とかとね、結構、あの、飲みに行ったりとかしてた。数少ない、妖精学校時代のお友達。<laughs> そう、イントネーション、いつも変だよって言われたお友達とかね。あと、幼馴染みの子とかね。と、ちょっと、ご飯行ったりしてた。 なんかこういうまとまった休みしちゃかないとあんまり実家帰ってこれないからさいや休み休み取らせてくれた魚さんに感謝ですね。<laughs> 感謝しないとそうもともと18日までお休みって言ってたんですけどあの なんか、後々伸びるより、ちょっと多めにとって早く帰れるってことにした方がいいかなと思いまして、<laughs> ちょっと、今週の日曜ぐらいには帰ってきて、配信再開できるかなーっていう感じで考えている、多分、多分土曜日の夜中とか、 に帰ってくるんじゃないかなーって思ってた、たぶん土曜日はもうそのまま寝ちゃうから。<laughs> 日曜日、日曜日に配信したい。いやなんか、3日4日してないとさすがにね、配信したいなっていう気持ちになっちゃう。いや毎日、毎日やってたらさ、ね、えぇ、今日休みたいよ、辛い。ね、えぇ、まだ寝たいっていう時も、まあ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 。<laughs> まあまあまあ、まあ、なくはないんですけど、 3日4日やってなかったらねちょっとみんなちゃんが恋しくなっちゃった <laughs> 幼馴染なじみは負けフラグ負けヒロイン的なね <laughs> 女の子同士で負けヒロインもクソもないけどね正直 <laughs> あ、そうだ。みなちゃん見ましたあの、メモリの、かわいいかわいいお顔とお体を産んでくれた、すゆきパパが、新しい娘さんを産んでいたんですけど、昨日。<laughs> なんか、フォローしてくれた VTuber さんがいて、えー、誰だろうあ、ASMR するんだーって。ま、ちょっと、 パッと見でスクロールしてたら、なんと <laughs>、安幸先生の娘さんで、えってなってたんなんかちょっといつもとね、なんかテイストが違うなっていう、なんかダウナー系の娘さんが今までいなかったから、そう、一緒、ひそ安幸先生ってことがわかんなかったんだけど、あ、でも画像拡大して、お顔ちゃんと見たら、あ安幸先生だなって、 わかるぐらい可愛かったんですけど。で、なんか目の下にさ、熊みたいなのがあるのがめちゃめちゃ可愛くないですかちょっと、エムリダウナー系好きなんで、別に女の子でも男キャラでもどっちでもダウナー系が好きだから、いや声、初配信とかで声聞けるの楽しみだな。 a s m マアジアちゃんその子のと,と,とこへ行くようにするってどうしてそういうこと言うんですか <laughs> それそれさ思ってても言わなくていいんすよ <laughs> それはね心の中に留めておけばいいんです <laughs> メモリ泣いちゃうよわざ,わざわざわざ傷つけなくていいでしょあのメモリの ASMR とその新しい妹ちゃんの ASMR 両方見たらいいじゃん <laughs> もうねいつもとテイスト違って大きかったねね確かに <laughs> 確かにって言ったけど。いや、メモリもね、おっきいけどな。あれ <laughs> あれ何を見てるもしかして。いやでも、身長とかが大きそうだったよね。今回の新しい妹ちゃん。何センチとか知らないけど、160とかあるのかな妹さんとコラボとかできるといいね。なんか、前に、 あの別の姉妹の方が姉妹コラボを企画したいみたいなことをツイートされてたのでそれがいつか実現したらいいなっていう気持ちある個人個人でやってもいいけどなんか全体でやるのもねなんか結構大人数だったらいろいろできることも増えそうだからそっちはそっちで楽しみだなあとは 思いますメモリちゃんの ASMR 雑談はもちろん聞きます聞いてくれますかいやでも前回は ASMR 雑,雑談だった一番直近にやったのは結構結構高評価だったんですけど結構 なんか今までとちょっと違うよくなってるってみんな言ってくれてたよあと <laughs> で反応とかどんな感じなんだろうって見に行ったらみんな褒めてくれててねちょっと嬉しかった <laughs> うんうん確かに小さめな子が多いもんね<笑><笑>いやメモリーはさ小さいんじゃなくてさあの 周りがが大きい子が多い子多だけそう、同期とかだとクララとか、あとユウとか、ピコとか、ロキとか、あれもしかして、メモリーが全員、全員でかいんじゃ <laughs> ちょっと気づきたくない事実に気づいてしまった。え、なんか、クララ、ユウ、ピコは、大きい大きいって、なんか結構、ね。 デビュー前からなんか5人で話してた時に言っててでもロキも結構あるよなぁと思ったら <laughs> 待ってないのって冥利 <laughs> だけじゃないちょっとこう,こういうこと言うとさちょっと悲しくなるからやめとくか。安幸 <laughs> 家はみんなボインボインですよ先生がそう言っています。<laughs> そうそうそう。鈴木先生はねもう <laughs>「巨乳しか書いたことない」って言ってるからこれは差はあの,の,あの全員巨乳なんですよ。貧乳なんていない。おはようおはようございますりょうくん来てくれてありがとう今日は珍しくこれなんだっけ スペース <laughs> スペースでやっていますなんか X のスペースってさなんか陽気の集まりみたいななイメージない <laughs> いやなんか活動者が使う分にはちょっと違うと思うんだけどなんかスペースができた当初ってなんかあのフォロワー同士で何グループ通話ができますよみたいな。 なんかそういう使い方的なやつでなんか出てきてたからいやー陰キャには関係ないっすわと思って見てたんですけどこれ <laughs> いやついにねついに使う機会がエブリにも来てしまいました「オリジンの j p 勢もは全員あるえ ええ、ななななさ先輩ってやめよう <laughs> やめようこの話 <laughs> 失礼だからみおり先輩はあるよねみちる先輩もみちる先輩もうんあったと思うそうお姉ちゃんもねセットカップだしねえっ <laughs> 夜更けはスペースするのしないの え、でもコミュ力高くて友達多い人がするんじゃないのそういうのって <laughs>。でもなんか陽キャってさそもそも Twitter にいない説もあるよね。なんか陽キャってみんなインスタじゃない <laughs> インスタか TikTok になんかいそうなイメージはある。 あ、配信者が使ってるスペースしか聞いたことないから、全然陰キャなイメージだった。え <laughs>、なんか、あれだ、マイク渡したりできるから、それで、なんか、グループ通話みたいな感じでも使えるよっていう感じだったんだけど、そんなツイッターみがね。<laughs> グレープツアーなんてするわけないじゃないですかってことで多分あの配信者限定 <laughs> みたいになんかどんどん変化してきたのかなと思っています。ああ、陽キャというかパリピ的な。陽キャとパリピのイメージの違いがさ、陰キャ的にはよくわかんない。 陽キャとパリピって違うなんかディスコとかでディスコって今あの表現方法としてさ今適切なのか分かんないけどなんかディスコでダンスパーティーみたいなしてる人たちがパリピってお酒飲んでウエーってしてる。えなんか正直ねパリピとドキュンと陽キャの区別が <laughs> あんまりついてないところはあるかもしれん。 でもドキュメンはちょっと陽キャとかより陽キャプラスやべえやつみたいな <laughs> ちょっとちょっとあんまりお友達にはならない方がいいかなみたいな人種なのかと思ってたあコミュ力高い陽キャは直接会話するあ合うか <laughs> わざわざさ、ツイッター上でコミュニケーション取るんじゃなくて、会って喋るか、陽キャは。え、ディスコ古い <laughs> 待って、ディス,ディスコって <laughs>、いつの時代なんかバブル世代とかそれぐらい <laughs> え、なんかさ、前、何年前だろう。なんか ドラマでリメイクされてたやつでさ、ショムニカみたいなドラマがあって、そこでね <laughs>、そのドラマもかなり古くて、バブル時代くらいからあるやつだから、そこでね、ディスコって出てきてて <laughs>、どうしてもそのイメージがね、ずっと続いている感じはありますね。あ、今はクラブって言うんだ <laughs>。 そうだそうだそうだ。なんか DJ クラブみたいなね。なんかちょっとさ、オタクっぽいクラブもあるよね。なんかアニメの DJ 流してますみたいな。結構そういうところだったら敷居が低かったりします今行ったことないんだけど、リスコムクラブも。怖すぎて。 ああ、バブルのイメージ。そうだよね。ディスコって言ったらなんかそれぐらいのイメージがある。ソショムニ。<laughs> ショムニスケジュールでリメイクがあったのかな確か 2012?15 年ぐらい。わかんないけど。それをね、見てて、一番昔のやつは見てないんだけど、そう、それで、<laughs> ディスコのイメージをね、身につけました。 あと花壇とかはディスコだったやっぱ漫画から得た知識をさ鵜呑みにしすぎるの良くないね時代は常に変わっていっているんだということを理解しておかないとあー最近はアニメクラブとかあるらしいねねそれだったら来る人たちもさやっぱアニメとか好きな人とかが多いのかな あとはなんか音楽ジャンル的なものに分かれてたりとかもするらしい。なんか可愛い系ソングとか電波ソングとか、なんかそういうので、イベントが、クラブがあるっていうのは、なんか X とか見てたらフォローしてる、なんかポカロ P さんとかがツイートしてたりするから、そういうのでたまに見かける。あ、新しい漫画読る <laughs> 最新のね流行の先取りをしてくれている新しい漫画を読めばいいと思うんだけど今何流行ってるんだろうね漫画。いやなんか最近さ「ナロウ系とかそっちの方が流行ってきたけどナロうけってさあのだいぶファンタジーじゃないですか。 しかもヨーロッパ系のファンタジーだからなんかそこで今あのこのリアルにおいて役に立つ情報っていうのをねナロー系で得るのは難しいからちょっとね別のもの読んだ方がいいかも。 ショムニ1995年連載開始。花より団子1992年連載開始。えシしょむにの方が後なの待って、花団ってさ、そんな前 ?1992 年、みんなじゃん生まれてますか ?30 代とかの人がいたら生まれてると思うんですけど、20代って生まれてる なないいんじゃない最近なんだろうね最近の漫画たまに話題になっ,たなってたりっていうのはするの見るけどあれなんだっけタイトル忘れたんだけどさ少女漫画で。 あの、今デスゲーム系流行ってるじゃないですか。あれのね、恋愛のデスゲームみたいな。恋愛の頂点を、一つを決めていくみたいな。あ、ウィコンだったかなウィコンっていうので、なんかそういうめちゃめちゃ今時の少女漫画がね、今流行ってるらしいそう。ナロー系ではクラブ出てこない。 えっ <laughs> なんか似たようなものはないのかな異世界にクラブっぽい何かえでもなんかあれナロウ系でさホストクラブを作る話みたいなのが見たことある気がするちょっとホストクラブを作ってガップガップ稼ぐぜみたいな <laughs> ナロウ系はあった そう、少女漫画でデスゲーム系のものあるんですよ。まあ、死にはしないけど。<laughs> そうなんか、かその恋恋愛っていうか結婚相手を見つけてその愛を育むための学校みたいなのがあってでそこで一番になると なんかその会社の経営意見とかあとそのベストカップルになった夫婦が結婚できるみたいな特典があるらしくてそれでなんか1位を目指していくみたいな感じだったと思うハーレムじゃなくてホストクラブ作るの新しい。 そうだね。メモリもそれ以外で同じ感じの作品見なかったから多分。<laughs> 相当なんか新鮮なジャンルに手を出したなっていう感じはある。漫画も今いろいろあるんだろうな。なんか X とかでもさ、ちょこちょこ流れてくるもんね。 メモリが漫画読みすぎなのかメモリなんかタイムラインにさ漫画流れてきたらちょっと気になって見ちゃうからなんか一時期今マシなんだけど一時期漫画しか流れてこないみたいな時があって <laughs> いやこれはこれは VTuber のタイムラインとしてどうなんだと思ってねちょっとそこからはね意識的に、ね、VTuber さんのツイートとかを クリックしてみたりしてたらちょっと直ってきたそれあれ,あれなんか詳細開いたらさこういうのが好きなんだねって思われてなんかおすすめとかにすごい出てくるみたいなそういう仕様だった気がする。 わかる上から5ページ分ぐらい全部漫画なんやがってなったことね、あるよね。ちょっとね、漫画、漫画読めるの嬉しいんですけど、面白い漫画いっぱいあるから嬉しいけど、ちょっと限度考えてくれてもいいんだけどなーって <laughs> なっちゃう。あ、そうそう、漫画の広告も出てくるね。でも結構漫画の広告からさ、ちょっと気になって買っちゃうみたいなこともあるから、 ちょっと広告の効果抜群ですね。メモリーすぐ買っちゃう。<laughs> すぐ続き気になって <laughs>。でも最近はさ、漫画アプリに誘導してくれて、ある程度は無料で読めるみたいな、良心的なやつもあるから、まだいいんだけど。でもなんか DL サイト的なさ、広告とかはさ、やっぱ買わなきゃいけないから。それでね、お金がちょこ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 、 なくなっちゃってる気がする。ホストって言うと、セイラン高校ホスト部 <laughs>。懐かしい <laughs>。セイラン高校ホスト部あったな。すごい前の少女漫画じゃないちょっと読んだことある。あとは何だろうな。 漫画1でやってるやつで「日町の女王」って漫画知ってますかそうなんかそのそれはホストじゃなくてキャバクラをテーマにした作品だったんだけどなんかその続編っていうかその作者さんの次回作みたいなやつで「星屑の王子様」っていうなんかホスト系の 新しい漫画が来てるのは知ってる。ちょろいちょろいちょっと、すぐ、すぐ騙されちゃう。すぐ、広告見たら、ポチって押したくなっちゃう。え、モりちゃんは DL サイトのヘビーユーザーってこといやそんなことない、そんなことない。次に一回買うか買わないかくらいだから。まだ、まだ大丈夫。ヘビーユーザーっていうことではない。 よしじゃあちょっといい感じの時間に多分なったと思うのでちょっと今日はねここからちょっと明日に乗って帰ってちょっとママとの小旅行をねちょっと楽しんでこようかなと思いますみなちゃん短い時間だけど と一緒に聞いてくれてありがとうございました。また日曜日に配信すると思うので、よかったらその時に会いに来てくれると嬉しいです。日曜日はちょっとゲリラとかになると思うんですけど、月曜日からまたスケジュール作ってあの更新するので、よかったらそちらもご確認ください。じゃちょっと最後、おつめもりで。 終わりたいと思うのでよかったら一緒におつめもりーって言ってくれたら嬉しいです。いくよせーのおつめもりーでした心もメモリでした会いに来てくれてありがとう今日も一日頑張ろうねお疲れ様でしたバイバーイ